ティエリー・ダルザスは、フランドル・ハク。ロレーヌコティエリー2世と、非ジェルトリュード・ド・フランドルの子。1127年にトコである、シャルル1世が暗殺されると、ティエリーは、自身が、ロベール1世の孫であることから、フランドル・ハクイ継承を請求した。しかし、フランス王類6世の支援を受けたギオーム・クリトンが、ハクイを継承した。 ギオームの政治とフランドルの独立性に向けた姿勢は非常に不人気で、その年の終わりまでにブル・エ・ヘンとリール及びサントメールは競合するフランドル博としてティエリーを認めていた。フランドルの帝国内派閥に属したティエリー支持者たちと彼はフランドル到着後すぐにギオームとの戦いに専念した。ルイ6世の要請でランス大司教はティエリーを破門した。 ルイ自身が当時リールを包囲中であったが、イングランド王ヘンリー一世が、ティエリー支持に回ったため退却を余儀なくされた。しかしティエリーは、ティールトとオーストカンプで敗退し、ブルッヘへ逃れた。ティエリーはブルッヘから逃亡せざるを得なくなり、アールストへ向かったが、そこは、ギヨーム、ルーバン博・ゴドフロワ一世、ルイ六世の包囲下にすぐ入ってしまった。 1128年7月27日にギオームが死んだことがわかると町は陥落され、ティエリーは唯一の白衣請求者となった。ティエリーはヘントに自らの行政府を置き、全フランドル都市のみならずヘンリー一世に認定させた。イングランドにいるフランドルの地方領主もティエリーに忠誠を誓った。ティエリー自身は1132年以降ルイ六世に忠誠を誓った。 自身のフランドル白衣継承を主張するエノーハクボードアン六世に対抗してフランス側から支持を得るためであった。1132年、最初の妻が娘一人を残して死んだ。1139年、十字軍に参加してティーリーは聖地へ向かいエルサレム王孤独男獣の娘シュビーユと結婚した。エルサレム王の娘との結婚は非常に権威のあるものだった。 彼女は、ギオーム・クリトンの元妻でもあった。ティエリーは、その生涯で4度の聖地巡礼を行っているが、この時が、初めての巡礼であった。この間彼は、カエサレア・ピリピエの輝かしい遠征を率き、ギレアド侵攻では、ギフと共に戦った。当時流万白ゴドフロは三世が治めていた下、ロタリンギア広告で反乱が起き、それを鎮圧するためティエリーは直ちにフランドルへ、 帰国した。二度目に、ティエリーが聖地へ向かったのは1147年、第二回十字軍としてであった。彼は、アナトリアでメンデレス川とかを引き、1148年のアタリアの戦いに参加した。十字軍国家に到着後、ダマスクス攻撃を行う不運な決定がなされた、圧紺評議会に参加した。彼は、ダマスクス後為戦に参加した。 戦いを指揮するのは妻シビーユのイボテであるエルサレム王ボーダン3世でフランス王イ・7世とダマスクスダッシュを主張する皇帝コンラート3世の援軍も加わっていた。現地生まれの十字軍貴族たちは同じく現地の十字軍貴族であるベールウッド競技1世とブリズバールを優先させた。しかしいずれにしてもダマスクス行為は失敗で当事者は全て帰国した。 ティエリーが、不在の間、エノーハクボードアン四世がフランドルへ侵攻し、アルトワを荒らし回った。フランドルを夫に代わって治めていたシュビーユは強く反応し、欧州としてエノーを荒らした。これに、ランス大司教が仲介して条約が結ばれた。ティエリーが帰国した1150年、彼は、ナミュールハクアンリ一世とリエージュ司教皇、アンリの協力を得て、 ブーシャンでボードアン四世に復讐した。その後の和平交渉によって、ティエリーは、娘マルグリットとボードアン四世の子ボードアンと、結婚させた。1156年、ティエリーは、長男フィリップとベルマンドアハクの娘、エリザベートを結婚させた。エリザベートは、ベルマンドアハクラウル一世の女子相続人であった。同じ年、ティエリーは妻シビーユと共に、再び聖地へ向かった。 彼は、ボードアン三世王による、シャリザール包囲に参加したが、ティエリー・トルノード・シャティオンとの間に、誰が要塞を落として所有するかで、いさかいが起き、要塞は、ムスリム側に留まった。1159年、ティエリーは一人で、フランドルへ帰国する。妻シビーユは、修道所となって、ベタニアのセラザロ修道院へ入った。 両親が不在の間フィリップがフランドルを治めており、彼は父親の帰国後も共同統治者となっていた。1164年、ティエリーは再び聖地へ向かった。彼は規定のエルサレムをアモーリ一世に同行してアンティオキアとトリポリへ向かった。1166年にティエリーは帰国し、自らの紋章に夏目シを採用し、理面には月景観を描いた。 1168年1月、ティエリーは死去し、グラブリーヌとサントメールの中間にあるワトン修道院に埋葬された。彼の知性は平穏だった。後の世紀に続く高度に発達したフランドル博領の行政はこの時代に始まったのである。経済及び農業発展も同時に生じ、新たな商業事業が生まれていた。 クランドルの最大の領土拡大はティエリーの時代に起きている。最初の妻マルグリッドとクレルモンボーベーズイーとの間にカズメを設けた。1139年に結婚したシビーユダンジューとの間には以下の子上を設けた。ありがとうございます。